はい、お願いします。はい、それではえっ、ー、とーよろしくお願いします。えっ、ー、とアップデートと脆弱性ということで、うん、ラーマワ、えードプレスとトールのえっとセッションと言い,います。か？えっ、ー、とワークショップ、えっ、ー、と皆さんと一緒に始めさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。では。 えとそしてですね、えーと、まず自己紹介です。m g n の大口と申します。メガネと呼ばれておりますので、もうメガネさんとかメガネと呼んでいただければと思います。えー、と本日の、えー、趣旨説明なんですが、ワードプレスのアップデートと脆弱性ということで、えー、どうしたらワードプレスを、えー、利用、安全に利用し続けられるかということで、えー、その内容について。 えと私が思うところをご紹介して、えー、皆さんとまた、えー、とご相談などなどもできればなと思っております。ということで、えー、と今日ねあの、せっかくこの時間に参加いただいた方もいらっしゃいます。でその方からは積極的にあの質問とかさせていただければなあの質問とかいただければなと思いますので、まずはあのここのリンクからアクセスいただきまして、えー、と今日の簡単な質問があります。えっ、ー、とですね FTP ソフトもしくは SFTP ソフト使えますかという質問が、えー、と今このように出ているかと思いますので、えー、こちらに、えー、とまずは好きなものをポチッと押していただいてご回答いただければと思います、えー、とお願いできますでしょうか、えー、と資料は今あのチャットの方に URL を送っておりますのでそちらからアクセスいただければと思いますえっ、ー、とどうですか あ多分大丈夫、100、100、あ、80%、使ったことはありますか、自信はありません、20%あ、ちょっとだけ増えたり減ったりしてますが、えっと、今日はそうですね、あのご参加いただいている方がほとんど、えっ、ー、と、開発者さんとかが多いのかなというふうな風にも思ったりとか、えー、そうでもない人もまだまだいらっしゃるのかなと思ったりとかしておりますが、えっと、後で、この質問の内容はちょっと、えっと、 伏線としててさせていただでですね、えっと、もう一つ、うんと、せっかくなんでいきましょう。お89%になりましたね。9人の人が解読してくださって、あさらに10人になった。えー、っと、ほとんどの人は一応多分大丈夫という形で使えるという形でしょうか。ありがとうございます。えー、っと、こんな感じで。で、今日、あの、もし、 このことがどうしても聞きたかったんだよねっていうのが終わりの方、えーと。せっかくなんで、もしおられましたら、えーと、今から切り替わりますので、こちらに回答いただければと思います。こちらですね、えー、と自由回答欄に記述の内容変わりましたかと思いますので、えーと、もし今日はこの内容について知りたかったんだよねみたいなのがありましたら、えー、とこちらに書いていただければ。 えとちょいちょいそれらも見ながら、えー、とご回答させていただければなと思っておりますので、えー、と,とりあえず話進めますから、書、えー、けることがありましたら書いてくださいというところです。であの、引き続き質問がありましたら、こちらのチャットでも結構ですし、こちらの QA のタブの方ですね、から質問を書いていただくでも結構です。もう何しろ気軽にどん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 コメントいただければと思います。えー、そういう形で進めさせていただければと思います。 えょとね,今日ね、若干鼻声なのと、なんかね、カラー席が出る可能性があります。で、そんなに体調としては悪くないので、気にしないでください。<laughs> えっと、そういう、今日はそういう日だと思っていただいて、えー、ということで、お願いします。はい、ではここからが本題です。えっ、ー、と、今日はですね、まずはワードプレスの脆弱性とその対策についてということと、えっ、ー、と、もう一つのこのアップデートについてということでの、大きく分けると2本立てですね。 えとその内容をご紹介して、えーと、具体的にはアップデートの方法をどうしたらいいかとか、アップデートに失敗したときにどうしたらいいかなどなどをお届けするんですが、まずは、ワ、えードプレスの脆弱性とその対策についてというところからお話を進めさせていただければと思います。えー、脆弱性っていう言葉が、この時にしか使わないような気がしているんですけども。 脆弱ですねって言われることなかなかないですからね、えー、とその言葉で何のこっちゃよくわからないんですが、まあ、そのなんでしょうね、弱点、もしくはここから疲れると、こう,こう,こういうことをすると,、えー、と、ハッキングできますよみたいなことが、ウェブの中ではよく言われる感じでしょうか。えっ、ー、と、ワードプレスは脆弱なのか、えー。このことについて、よくよくいろんなニュース等々であると思います。なんか皆さんも見聞きされたことがあるでしょう、ワードプレスで脆弱性が出ました。 深刻な影響が何百万サイトにありますみたいなニュースが、えー、と一部だけでよく出るようなことがあります。えー、とそんなことがあるのかという,と,うんと、そんなことありませんとも言えますしいや、そんな場合もありますとも言えますというどっちやねんなっていう回答になるんですけどもあのちょっとこのあたりは徐々に順々にご紹介していきたいと思います。そしてワ、えードプレスの脆弱性の <laughs> 失礼多くの場合はプラグインとか えとその他のワードプレスに付随するものに含まれることが多いということも合わせてご紹介していきたいと思います、えーと。この脆弱性のニュースの発表の流れについてまずちょっとご案内しておきたいんですが、えー、と脆弱性が何かしら発見されたとしますその時にいきなりニュースになるわけでは基本的にはありません。 えともし詳しい方は、いや、ゼロデー攻撃が何がしいっていうことに思いつかれた方もきっといらっしゃると思いますが、基本的な流れとしては、脆弱性が発見されたタイミングで、えー、とその開発者や、えー、作者さんにその報告が行って、こうこうこういう方法になると、えー、ハッキングができてしまう可能性があります、こういうことの可能性がありましたから、直してくださいという連絡が行き、えー、それが直った状態、対応がなされたバージョンが、 公開されれた後ににニュースになるとという流れがほとんどです,ですので、皆さんが見られるその脆弱性に対するニュースについても、バージョン、例えば3で問題が発生しました。バージョン3以下で問題が含まれています。バージョンを4にすると、この問題は解決しますので、皆さんアップデートしてくださいというようなアナウンスがほとんどなはずです。 ですので、まず脆弱性が発見されているときには、あ穴は埋まってるんだなという可能性があるということをご承知おきください。えそして、この脆弱性というのは、何もワードプレスにだけに限った話ではありませんあの。ソフトウェアである以上、要は操作する場所がある以上、えー、何かしら脆弱性が生まれる可能性というのは常にあります。 でえっと、この脆弱性を埋めながら、直しながら、機能もアップデートしながら進んでいくというのがソフトウェアというものだと、ちょっと強引かもしれませんが、納得いただいてもいいかなと思います。えー、例えば、パソコンの OS で、例えば週末にアップデートがあって、電源消す前に何か言われたりしますよね。えっと、スマートフォンのアプリケーションも自動アップデートにすると、なんだか知らないけど、ずっとアプリケーションがアップデートされるような。 毎晩何かしらのアップデートがあるるようなな形になっていいかと思いますあれらにもあのもちろん機能のアップデートもありますが脆弱性への対応も含まれていることが多分にあるんです。ですのでアップデートは大大切だよねと言われてますし OS については当然脆弱性があることはそのパソコンがハッキングされてしまうという非常に問題につながりますのでもう反強制的に自動的に近い形でアップデートが進んでいるということになります。 そしてこのワードプレスの報道が大きく感じるのは、OS と同じように、ワードプレスは今、世界中で言うと4割以上の CMS というふうに言われてますので、えー、利用者が多く、その結果、いろんなニュースにもなりやすいということで、また多くのプラグインが提供されているため、そのうちのいくつかが脆弱性を発表されて、その時にニュースになることが多いというふうにお考えいただければと思います。 えとここまで話してワードプレス悪くないよって言ってますけどもワードプレスのプラグインもしくはワードプレスに脆弱性があることもありますえー、っとでこれは他のアプリケーションにもありますというふうにご,かご,あのご認識いただければなと思うんですねはいえー、っとそしてその脆弱性を埋めるためにじゃあアップデートがすればいいんだなっていうここのニュースの流れの話なんですがえー、っとそれと同様に えとパスワードを難しくするっていうのが大事ですよということをここでちょっとお話しさせてください。あの急にパスワード、何それっていう話になったかと思うんですけども、ソフトウェアが、ソフウェアになってますね、ソフトウェアが乗っ取られる可能性の多くは、この2つのうちのどっちかです。今までお話しした脆弱性をつかれるというものか、認証を突破されるというものです。えー、とこの認証っていうのは、ワードの場合は、つまりログインです。 まあ当然なんですけど、ログインの ID とパスワードがバレた場合に、悪意を持った人が入って、人じゃなくてもいいですね、悪意を持ったプログラムが、ワードプレスにログインを擬似的に行い、そこから編集権限を使って記事を書いたり、ファイルをアップデートしたり、別のファインをインストールしたりっていうようなことがあるわけですね。これを守るための一番大切なところが、とにかくパスワードを難しくしましょうということです。 あのいろんなそれに付随する、えっと、いろんな対策があると思うんですがまず根幹で一番大切なのはパスワードを難しくするということです。えっと、そしてじゃあパスワードの難しいって何なんだよっていうとワードプレスのデフォルトが提案するパスワード と同等、もしくはそれ以上ぐらいをまずは心がけていただくのが一番いいのかなというふうに考えております。で、さっきちょっと数えたら、私調べではワードプレスのデフォルトのパスワード24文字でした。で、大文字と小文字と数字と記号全部を含んだ、まあ、意味のない文字列という形になっています。えっと、このものぐらいを、えっと、ベースに考えていただくと、難しいパスワードを使っていると言っていただいていいのかなというふうに思います。 <laughs> まずはここの部分をあの確認いただければなと思います。例えば、パスワードっていうパスワードにされてたり、123456っていうパスワードにされてたり、例えば私、メガネさんであれば、メガネっていうパスワードにしてたら、それは誰でも予想がつきそうだよなってなもんで、えっと、このあたりからまずは気にしていただくと、脆弱性を解決する一つの作戦としては良いんじゃないかなというふうに考えております。うん、で えっと、脆弱性はワードプレスだけでなく、実は動作させるためのソフトウェアにも関係がしています。あの、ワードプレスをアップデートしたところで万全だっていうわけじゃなくて、ワードプレスを動かすために必要なソフトウェアもたくさんあるわけですね。あの、動作環境とかっていうようなところで見られることもあるかと思いますが、これ Linux かな。えっ、ー、と、うん Linux ですね違いますね。なんか絵面が違いますね、はいえっと。PHP っていうですね、ワードプレスを動かすために必要な言語、プログラミング言語がありますね。えー、そして、Apache や e n g i n x n g i n x といった Web にファイルを提供するためのソフトウェアもあります。そして、サーバーでそれらを動かすための Linux といったような OS というものもありますとで。これらすべてのものの アップデートを続けていかないといけないということになるんです。で、ところがこれらについては、おそらく普通の方は皆さん全然あの認識なさってないというか、ほとんど気になさってないと思います。これはなぜかというと、あの日本の、えー、と皆さんが一般的に使われる共有レンタルホスティングサーバーっていうのは、このこれらのものについてはフルマネージドとかって呼ばれますが、 えっと、いい感じに全部自動的に近い形で、そのサーバー会社さんがアップデートの責務を負ってくださってるってことなんですね。えー、ですので、ここの部分を何も考えずに、ワードプレスを運用できる、えー、状態になっているという形になります。ただ、えー、PHP のバージョンの変更機能があることを管理サーバー管理画面で見られたこともある方もおられるかもしれません。PHP のアップデートの、えー、とバージョンのアップデートについては、 えっと、任意で変更できるという機能をホスティング会社さんが提供されているケースが多いですから、ここについてはご自身でアップデートいただく必要がありますということになります。で、えっと、あんまりこのあたり、その,普段のうんの一般使いのワードプレスサイトであれば問題ないのかもしれませんが、企業様とか、えー、何かしらこう法人とか、うん、と大規模なサイトだった場合に、えー、クラウドサーバー,、えーと呼ばれるものや VPS サーバーといったもので、 その共有のレンタルホスティングではない、えー、もうちょっと高機能なといいますか、それぞれがバラバラに提供されるような、えー、とサーバー群を利用されて、ワードプレスを運用されているケースもあるかと思います。えー、こちらの方がどちらかというと注意が必要でして、このレンタルホスティング会社のものであれば、よしなにやってくださっているこのあたりのアップデートも、基本的にこのクラウドサーバーや VPS サーバーというもので、そういったマネージドのサービスがついていない場合には、 えとその運用者、利用者が、えー、これらのアップデートもしなければならないということになります。えー、ですので、ちょうど10年前ぐらいにこの VPS だとかクラウドサーバーがドバッと流行り出したときに、ワードプレスをこれで使おうっていうふうに始められて、それ以降何もしてないよっていうようなケースにはちょっと注意が必要です。えー、そのあたり一度ご確認いただく必要があるということになります。えっ、ー、と、次に、今現時点における PHP のサポートについては、ここですね。 8.0がこ、えー、と今年の末でサポートが終了になりますので、今、8.1にだんだん乗り換えていかないといけないというタイミングに入ってきています。ですので、PHP7K7.2、7.3、7.4などを使われている方は、基本的にはこのサポートからは、えー、ともうアウトデートしておりますので、アップデートいただいた方がいいですよという形になっております。えー、とまたこのえ そうなの私のサイトじゃあどうなってるのっていうのを調べる必要も出てくるかと思いますね。今、初めてこのことを聞かれた方は調べられたいというふうに感じられると思います。こちらですね、ワードプレスの機能として提供があります。管理画面内の、えー、とサイトヘルスというところから確認いただけます。このツールの中にサイトヘルスというのがありまして、えー、ここに来ると、その情報として、えー、と内容が出ます。今、わざとしているんですけども、 これ PH、PHP の古いバージョン7.3.5を使っていますよと。これは古いバージョンだからセキュリティアップデートを受けされません。更新する必要がありますというふうに言いますね。これがつまりそのアウトデート、要はサポートの期限が切れている PHP を使っているから出る、えー、とアラートという形になります。えー、その他にも、この情報のタブの方に進んでいただきますと、サーバーのえーと情報だとか、 えと現在のデータベースの状態だとか、そういったものもすべて見れますので、よろしかったらちょっと見ていただいてで、このステータスの中で改善が必要というものが出ていたら、そこを中心にまずは修正いただいたり、対応いただくのが一番良い方法かなというふうにお勧めいたします。はい、ということで、えー、とまずはこの脆弱性の話について、えー、とアップデートの件の。 そのアップデートの実作業に入る前のところですね、段階のお話をさせていただきました。えー、ここまで、えっ、ー、と、よろしいでしょうか。えー、よろしかったらなんかチャットで、うんうんとか、ほうほうとか、ここがわからんとかあの、書いていただけると、ちょっとだけコミュニケーションが取れてありがたいなというところです。ありがとうございます。あ、なんかあの、いいですね。アイコンとかいただけるの大変ありがたいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。 でですね、今、ちょっとコメントの方に戻ってみましょう。えー、っと、よいしょ。はい。 えっと、聞きたいことを2ついただいております。脆弱性について、これは押さえておいた方がいいということを3つ教えてください。今までのアップデートでこんな大変なことがあったみたいな面白い話があれば聞きたいです。なるほど。<laughs> えっと、まあ、脆弱性については今、あの、いろいろとお話しさせていただきました。あの、そのあたりのことを見ていただくのが一番かなと思います。アップデートで大変なことはもうたくさんたくさんありますので、時間のある限り、この後お話しさせていただこうと思います。はい、よろしくお願いします。こんな感じで、引き続き、あの、いろいろと。 コメント等々いただければありがたいです。はい、ちょっと水飲みますね。ここから2部です。はい、で、いよいよアップデートです。うん、とあなるほどなと分かっていただけたらありがたいところ、うんと、つまり脆弱性に対策するためにはアップデートが必要なんだなというふうにご理解いただければと思います。で、アップデートの方法なんですが。 えともう当たり前のようになってますが、結構すごいことで、ワードプレス、コア、テーマ、プラグイン、翻訳ファイル等々、全部アップデートが管理画面からワンクリック、クリック操作だけで可能です、えっと。これもですね、昔機能としてはなくて、3点いくつぐらいでなんかついたんですっけね。その時は1回ニュースになりました。へーっつって、そんな簡単にできんのみたいな。それまではあのみんな FTP でファイルをアップロードしないといけなかったんですけども、 それはさすがに大変だろうってなって、管理画面から押すだけでいるようになった、おすげえじゃんってなった時代がありました。ので、えっと、まずこの時点で結構すごいなと思ってください。そして、すごいなと思ってくださいっていうのもおかしな話ですけど、あの、更新があるから更新してねっていうアラートが出ることをうざって思わないでください。<laughs> あのいいやつなんです、あいつ。<laughs> いいやつなんですあの。みんなの望みの形なんです。<laughs> はい ので、えっと、そのようにご理解いただければと思います。で、実はですね、あの、自動アップデート機能がワードプレスにはあります。あの、テーマやプラグインに個別に自動アップデートの設定をすることができますし、<laughs> それらをまとめて一括設定することも可能です。ちょっとここだけ、えっと、デモをご覧いただきましょう。えー、っとですね、今入れたのは、この、えっと、プラグインのストップ、コアあこれですね、をイージーアップデートマネージャー っていうのがあるんですけども、これを入れるとあの、サイトの更新の横のところにですね、こんな感じで更新設定っていうのが出てきます。で、ここで、あのそれぞれの何をどう更新するかっていうのをですね選ぶことができるんですね。 えと例えば、コアだけはマイナーバージョンだけ自動更新にしようとか、プラグインはもう全部自動更新にしようとか、やっぱプラグインはプラグインごとに選択したいなとか、えー、と翻訳ファイルはもう常に自動更新でいいかとか、えー、こういったことを設定できる機能があります。これ、WP コンフィグの中で設定ファイルを書けばいいんですが、なかなかそれも難しいかと思いますので、このプラグインちょっと見つけましていいかなと思いましたので、ちょっと,、えー、とごお勧めしてみました。あと、プラグインごとにはこちらに 自動更新を無効にすれますっていうふうになってますけど、これをポチッと押して、えっと、<laughs> このプラグインを使ってない場合は、えっと、この各種プラグインの設定のところから自動更新の有効化、もしくは停止ができるようになってますので、こちらも利用いただければなと思います。えっと、ご自身のサイトとか、うん、とお友達のサイトぐらいであればその、よっぽどサイトが落ちることで被害が被らない。 ものであれば基本的には私は私自動アップデートをお勧めしています忘れちゃいますしあの、よっぽど遠いアップデートでない限りは、いきなり壊れるということはまあまあないかと思いますので、忘れるぐらいであれば、忘れて脆弱性が出て、それでなんかハッキングされるなんてことになるよりは、えー、自動化の方がいいんじゃないかなというふうに思っております。ちょっと強引かもしれませんが、えーただ。ただ、そのアップデートするためにはですね、 じゃあ、自動アップデートした、壊れた、終了、サイト終了というふうにはいきませんよね。なので、バックアップが重要ですよねという流れになってまいります、えーと。バックアップがあれば戻せるということになりますので、その状態で自動アップデートというのがいいかなと思っています。なので、忘れてて、えー、自動的にアップデートされていく、でもバックアップも自動的に取られるので、いつでも戻っていけるというのがいい状態かなと思います。で、じゃあ、<laughs> アップデートってそもそも何なんだっていうと、基本的にはファイルが上書きされます。プラグインのファイルであったり、テーマのファイルであったり、コアのファイルが上書きされるという形になります。えー、なので <laughs>、ごめんなさいね。<laughs> うん。はい。えっ、ー、と、いろんな理由で失敗するケースあります。あのファイルの転送が失敗したり、 ファイルをダウンロードしてきたと展開が失敗したり、展開後、その他の要因で A のプラグインをアップデートしたら B のプラグインと悪影響が出て、なんかうまく動かなくなったとか、なんかいろんなパターンで動かなくなるケースがあります。で、その場合にですよ、その場合に自分でこの、えー、と元に戻して、 つまりアップデートの失敗だったものを一回元に戻してそれらを修正した上でアップデートをし直さないといけないというようなことが起こりえるんですね。で、このあたりになってくるとだんだん難しいんです。で、えっと、こういうのが怖いからアップデートしたくないっていう気持ちは存分に分かります。 存分に分かりますただ、えーと、それによって何かしらこう脆弱性をつかれてなんかいろんな上書きをされたり自分だけでなく脆弱性をもとにつかれてハッキングされた場合に閲覧者さんにまで迷惑がかかるといったケースも結構ありますので、まあ、このあたりはもうそういうものだと割り切っていただいて、えー、と技術を身につけるなり、えー、知り合いを伝うなりそういったサービスを使うなりして、えー、なんとかアップデートをしていきましょうという形で。 えと今から、そのそれぞれのなるべく簡単な方法だったり、なるべく簡単なプラグイン等々をお伝えしていきたいと思っております。うん、ありがとうございます。はい、よいしょ。で、バックアップからです。まずはバックアップをしましょう。うん、で、バックアップは1回だけ取ったら終わりじゃないです。あの <laughs> 記事更新していきますし、あのー、サイトもどんどん運営して、どんどん日が経っていきますからね。 あのバックアップは継続的にできることなら忘れててでもあの取れる方がいいでしょう。で、えっ、ー、と、バックアップ、一応、プラグインでやるっていうのが直感的に分かりそうなことですが、そうではなくて、ホスティング会社さんの,あのサービスを使うっていうのも一つの手としてあります。ワードプレス専用のホスティングっていうのもありますし、ワードプレスを運用させてくださる共有のホスティングサーバーであれば、 そのサーバー自身にバックアップ機能があったり、そのバックアップからのロール,ロールバック、要はその復元機能がある場合が多いです。で、これらって自動的に勝手にしてくれるケースと、申請したらバックアップ取ってくれるケースといろいろあるので、そこの部分はホスティング会社によって内容変わりますから、えー、と割と無料で利用できるものが多かったりしますので、ぜひこの部分は確認いただいて、 えとバックアップが使える状態、バックアップされている状態を確認いただくのがいいかなというふうに思います。うん、何にしろ、いろいろもうだめだったってなったときに、サーバー会社を頼って、サーバー会社の人に元に戻してもらえるっていうのは、まあ、安心感がありますし、一つの方法として良いかと思いますので、こちらの方法は一つおすすめですというところですね。で、えーと,まあ、とはいえ、自分自身でもバックアップを取りましょうというところで、えー、とここの部分ですね、プラグインをご紹介します。えー、バックアップする場合、 忘れてても自動的に動いてくれるような定期実行してくれるタイプのものがいいでしょうと。えー、ただですね、その場合に、バックアップをひたすら取り続けてくれるほがいいんですけど、えー、っと、すごい長年運用されているサイトで、メディアファイルがめちゃくちゃたくさんあった場合に、バックアップ3世帯も4世帯も取ったら、サーバー容量がいっぱいになっちゃって、サーバーが動かなくなるみたいなケースもあるんですね。えー、なので、世帯数のコントロールも必要になってきます。 ということで、えーと、一応いくつか、えー、とご紹介しております。アップドラフトプラスワードプレスバックアッププラグインとバック WP アップとオールインワン WP マイグレーションのこの3つを一応ご紹介し,まし,たしております。リンクも貼ってあります。 えっと、一般的にはこのバック WP アップがすごく有名な気がして、ブログの記事とかは一番よく当たるかなという感じがしますが、私はこのアップドラフトプラスが結構好きでおすすめかなと思います。うんとまあ、ちょっとそれぞれ管理画面見ていただきましょう。えー、プラグイン有効化いただきますと、例えばアップドラフトプラスバックアップの場合はこんな感じで、えー、とバックアップ用の画面が開きます。日本語化もされててありがたいですね。 で、えっ、ー、と、もうこの今すぐバックアップをポチッて押して、えっ、ー、と、ここのボタンポチッて押せばバックアップが始まります。まあ、例えば仮にデータベースだけだったら、これ今テストサイトなんで、すぐに終わりますね。終わりました。で、ここにデータのベースのバックアップが1個増えましたというだけの話ですね。簡単です。はい。で、えっ、ー、と、これを毎日毎日押してくださいねっていうのはつらいじゃないですか。<laughs> ええっと、嫌なので、えっ、ー、と、そういうのをやってくれる設定があります。設定っていうのがありますので、ここで、 えー、ファイルとデータベース、分かれてバックアップの世帯などが取れますね。あのメディアファイルがすごく大きい画像、公開像のものをたくさんたくさんアップロードされてるお客あのユーザーさんも多いと思います。そうなると、ファイルのバックアップはなかなか難しいが、データベースだけは毎日取っときたいよねみたいな要望もあるかもしれません。えー、なので、その場合は、例えば、えー、とデータベースは出入り、日ごとで10世代取りましょうとか。 これで10日分取れるわけですね。で、ファイルについては、そうですね、1週間に1回でいっかとかで、えー、と1週間2回で4回も取れば、うん、と4ヶ月、つまり1ヶ月分の保存ができますので、まあ、1週間に1回分ぐらいでいいかなとか、まあ、1週間に1回でいっかで、毎週1個だけ取れてれば、要は1週間前に戻れればいいやということなら、こういうふうに設定しておくとか、えー、こういった形で、このあたりはもうご自身のサーバーの容量だとか、ファイルの容量と、 えとどれだけこう保存しておきたいかによりますが、このような形でやっとけば、あとはもうほっとくだけです。何もしなくてもバックアップが自動的に取られますので、便利かなと思います。えー、とバック WP アップもほとんど同じような機能がありまして、えー、とちょっと空論、ジョブっていうような形になりますが、<laughs> ジョブの中身としては同じようなものです、えーと。このジョブはデータベースのバックアップだけなのか、ファイルもバックアップも込みなのか、えー、その他もなのかみたいなのをチェックして、 えとこれを ZIP 形式で保存しますよ、でフォルダ、えー、とサーバーのフォルダにバックアップしますよとしていただいて、でこのフォルダーのところに置いて、えー、と今度はこれですね、この何世帯まで保存するかっていうのを設定しておけば、えー、と世帯数が増えて、この場合だと2なので、3世帯目が出来上がった時に、古い方の1世帯が削除されるという形になりますので、まあ、容量的にも安心かなと思いますと。 いう形で、えっと、このように世帯数と自動的なバックアップと組み合わせていただいてあの、設定いただくと一番いいかなと思います。バックアップがとりあえず自動的に取れていくということが分かります。<laughs> はい、で、えっと、オールアマグレーションは、うん、と有料版でないとタイマー設定がありません。えっと、のであの、こちらについては、えっと、タイマーとしてバックアップとしては、 ちょっと不向きです。ただ、この次に紹介するローカルへの移行については一番やりやすいので、えっと、ここではご紹介だけしておりますという形です。でですね、プラグインでのアップでバックアップはこんな感じです。で、えっと、プラグインを使わない場合には、えっと、ファイルと DB を自分でバックアップするという形になります。<laughs> なかなかこれがですね、もともとはこれしかなかったんですよ。で、 これをいかにできるかっていうところが、今度そのバックアップのファイルを元に戻す、復元するときにどうしようもなくなったときにこの技術がまた必要になってくるんですが、えっ、ー、と、FTP や SFTP のソフトを使ってサーバーに接続し、WordPress の関連ファイルをごっそりバックアップする。えー、<laughs> もて SHH が使われる方であれば、えっ、ー、と、WordPress の全体を ZIP 化してダウンロードするということもできるかもしれません。えっ、ー、と、ファイルだけだと、 ワードプレスはバックアップしたことにならないので、データベースはデータベースで、えっ、ー、と、サーバーであれば PHP マイ l アドミンといったような形の、うん、画面で GUI っていうんですかね、あの、ブラウザーから操作できるデータベースの編集ソフトを使って、えっ、ー、と、ファイルをとしてのデータベースをダウンロードする必要がありますし、えー、もしくは SSH 接続で WP コマンドを使ってというようなこともあるかもしれませんという形で、うんと、 この後ちょっとご紹介する、一番最後の方にご紹介するんですが、ワードプレスのアップデート失敗したときに、ワードプレスの管理画面に入れないケースがあるんですよね。で、ワードプレスの管理画面内で、どんなに素敵なこの操作画面がついていても、例えば、このアップドラフトパックって、アップドラフトプラスって、ここに復元ボタンもあって、もうここからポチって押すだけで完全に簡単に復元できるんです。なので、 その保存されててた内容っすすぐに元に元戻せるんですね、えー、とここに1週間前のものがあって1週間前のデータにポジッと押せばそれで元に戻るんですけどこの管理画面に入れてるっていうことはまあちょっとまだマシな方で実際に管理画面に入れないくなっちゃったっていうケースの時は より大変なんですね。えっ、ー、と、でも、それでも戻さないといけない、もしくはサイトを諦めないっていうのは辛いと思うんで、えー、その時に、えっ、ー、と、FTP などのツールがどうしても必要になりますということは、ご承知おきください。はい。で、えっ、ー、と、プラグインを使った時も、えー、ときも、ここに、今、プラグインで、えっ、ー、と、管理画面からね、ここでしました。で、これらがどこに保存されてるかっていうのは、一応知っておいた方がいいと思います。うんと、例えば、この、 うんとアップドラフトプラスの場合だと、ここですね、えっ、ー、と、WP コンテンツの配下に、アップドラフトというフォルダができて、そこにフォルダこうやって保存されたファイル群が見られます。そうですね。で、えっ、ー、と、オリオンマイグレーションの場合は、ここですね、えっ、ー、と、WP コンテンツの中に、AIWM バックアップスっていうのがあって、そこにありますという感じです。 えとその他にも、えー、とバック WP アップの場合は、アップローズにデフォルトでは入るでしょうか。えー、とここのところに、こういったファイル群があるのが分かりますね。えー、こういうことを一応分かっておくと、管理画面から入れねえってなったときにも、FTP SF、SFTP ソフトを使っていただいて、サーバーに直接入り、えー、そこからファイルをダウンロードして、えー、それを元に復元するといったような手動の行動が取れる可能性が増えますので。 えっと、それをしていただけたらいいかなと思います。あ、今、ちょっとベンさんからすごくいいあのコメントが入りました。私はサーバーもダウンしたときに備え、サーバー外部にバックアップを取るようにしています。はい。えっ、ー、と、その通りで、サーバー自身が動いてると思うなよっていうケースもあるんですね。えっ、ー、と、サーバー自体が動かなくなってるケースもあります。えー、その場合に、このプレミアムツールの方だと、えっ、ー、と、こちらですね、保存先として、例えばドロップボックスとか、 例えば、えっ、ー、と、Google ドライブとか、えー、その他さまざまなストレージサービスにファイルを転送するといったようなサービスもあります。ただ、こういったものって、大抵の場合、うんと、有料だったり、そのプラグインごとにできる機能がちょっと違ったりするので、えー、と今回、ここの部分は詳しくはお伝えしませんが、うん、と外部にアッ,プドあのアップデートしておくっていうのも、非常に良い作戦の一つだと思います。 ここだと、ファイルの保存先が、あ、ここがありますね。ドロップボックスにバックアップ。あ、これチェックするだけでいけるんですね。えっと、バック WP アップだと、宛先がここで設定できて、多分ここからログインしてくださいね、みたいな感じでアカウント認知をしたらいけると思いますという形で。このあたりも、その、プラグインによって、えっと、得意、不得意があります。 どのタイミングで有料になるかならないかみたいなのがビジネスモデルによって違いますので、えー、とご自身の、えー、と使い方に合ったものを選びいただければと思います。はい。で、バックアップ取ったと。えー、とで、どうすんのっていう話なんですが、えっ、ー、と、まあ、自動アップデートでもうその場で限りでやっていただくのでも全然いいと思ってます。えっ、ー、と、ここから先はちょっとアドバンスの内容というか、えー、とよりんと仕事向けというか、 えと絶対にサイトを落としたくないっていうような場合にやっている実際の作業という形になります。えー、とより安全にアップデートするために、ローカル環境でテストをするというのを先に行うといったような形ですね。えー、と具体的には、まず本番環境あります。本番環境のデータをごっそりとコピーして、ローカル環境、まあ、私の場合だと自分のパソコンだとか、えーとまあ、もしくは共通で使っている別のウェブサーバーとかに環境を作ります。で、全く同じ環境を作って、 これをアップデートしますで。アップデートしたら何か不具合が出たり不具合が出なかったりしますで。それをアップデートをテストして、もし修正が必要だったら修正して、この状況で万全な状態までアップデートできて、えっと、無事にアップデートができたという状態にします。でこれらを <laughs> 本番側に当てていくという形でアップデートするというような形が。 うんと一般的な仕事として、そのアップデート、保守を受けている時の、えー、ときの作業の内容というか手順になります。えー、とただですね、これですね、うんと、手順をここからお伝えしますが、そんなにそんなに、えー、とああ、えー、ちょっと待ってくださいよ。えー、とここですね。はい、失礼して、ね。 はい、えっ、ー、と、ここから先はなかなか茨の道っちゃ茨の道ですあの。なるべく簡単にアップデートの方法をお伝えしようと思って、いろんな知り合いと、あと、うちの会社の人たちとも相談して、どうしたら最も簡単に皆さんがスムーズにアップデートできるためのバックアップの環境と、そのテストの環境を使えるかみたいな話をしたんですが、突然、どうしても難しくなりましたっていうのを、まず先にお伝えしておきます。 ごめんなさい。ごめんなさい。本当にごめんなさい。えっ、ー、と、はい。一応お伝えします。まず、ローカルを使います、まあ。ローカル環境は何でもいいですけども、簡単に自分のパソコンで動かして、Windows、Mac で動くなら、このローカルというアプリケーションがあります。アプリケーションを起動していただければ、WordPress がとりあえずご自身のパソコン環境の中で動きますので、これをまず作りますという形ですね。で、双方にオールインワンマイグレーションというプラグインを入れます。 これはそのデータの完全バックアップのファイルをエクスポートできたり、それをもとに完全復元するインポート機能を提供してくれるプラグインということになります。なので、まずはこれで本番環境からエクスポートして、エクスポートしたものをローカル環境でインポートするという形になります。えー、ここでですね、いきなり注意が必要で、もうここからちょっと飛ばしますね、いろいろと話だけします。えっと、オールアンマグレーションはコアのバージョンは揃えません。 オレオマイグレーション自身は、例えばローカルで6.2を使っている、本番環境は5.9だってなった場合に、5.9のマイグレーションデータをローカルに入れても5.9にはなりません、えーと。ローカルのバージョンに依存します。えー、まあ最終的にアップデートするバージョンになってればいいんですけども、えー、とそれだと正しいテストにはならないかもしれません。なので、その場合には、ローカルで作った環境を一旦ワ、えードプレスのバージョンを下げ、本番環境に合わすといったような作業が必要になります。 えっと、ローカルでインストールするワードプレスで絶対最新版が入るので、基本的には。えっと、そうじゃないワードプレスを準備するために、一旦ローカルのワードプレスをダウングレードする必要があると, <laughs> という形ですね。<laughs> の時に、このダウングレード用のプラグインがあります。これですね、WP ダウングレードっていうプラグインがありまして、えー、この項を使うとですね、うんと、 割と上手にダウングレードできます、うんと。ここにダウングレードっていうのがあるんですが、ここで好きなバージョンを設定します。えー、と、6.0.1とかってして、変更しました。で、変更するとですね、なんと6.01を、えー、とこれですね、6.01にしますけどいいですかっていうふうに出ます。すごいことですね。 すごいことですよねでこれでダウングレードして、その状態でオレオンマグレーションでインポートして、そこからアップデートしてテストをしていくというふうにするとかなり、えー、とより統一した形で揃えることが可能です。うんうん、とで、その後戻しとかないと、えー、とこの子、もう内部的に6.01が最新版だぜみたいな体で、えー、と頑張ろうとしますから、えーと、戻しておきましょうね。<laughs> し,で戻しておいてて戻いいいただいて、えー、と最終的にはそのうまくダウンロードあの、最新版にアップデートしていただくようにしていただければと思います。でですね、でそれでそこでコアとテーマとプラグインをそれぞれアップデートして確認をします、えーと。実際のテストはどのようにされるかはその内容によって異なりますし、難しさによって、その重要さによっても変わります。 えとそれぞれ見栄えだけテストして OK というサイトもあれば、テスト項目があって、記事が投稿できるとか、ものが買えるとか、ユーザーが追加できるとか、そういったテスト項目を一個一個作ってるケースもあるかもしれません。それらがテストとして自動的に動くケースもあるかもしれません。えー、と何しろそれが終わりましたら、うんと、その修正したもの、もしくは修正せずに、運よく全部が特に問題なかったら、蒸、え、気、ー、のもの、ここで出来上がったものを再度エクスポートして、本番にインポートする。 えーとしても結局コアのアップデートはされないので、えー、と基本的にはもう本番側でポチポチ押していくっていうのがいいんじゃないかなというふうに思ってはいますそのもしその皆さんがされるっていうことであんまり FTP の操作とかファイルの操作に自信がない方であれば、えー、ともう管理画面でポチってやっていただくっていう形でもいいのかなと思っております、えー、その他いろんな方法がありましてプロの人であれば GitHub を使ったりして、なんとかアクションフックみたいなもので,です、ね、自動的にファイルがデプロイされるみたいなケースもあるかもしれませんし、えー、とその他わざわざアップデートした環境があるのであれば、そのステージング環境を今度本番に切り替えていって、どん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 本番の環境が変わっていくみたいなデプロイの方法もあるかもしれませんが、まあ、そういったいろんな方法がありますけども、とにかくこういった形で、えー、とアップデートをすると、一番安全は安全ですという形です。 ただまあ、これするのすごい大変そうだと思うんで、大変そうに私も感じますから、自分のサイトはもう私はもうずっとお伝えしてますけど、ノーガードでオートアップデートです。はい。私のサイトはそうしています。で、えっ、ー、と、毎日失敗したとき、これの方が大変ですよね。えっ、ー、と、これでうまくいったらいいんです。で、自動アップデートでうまくいっててもそれでいいんです。問題はですね、うまくいかなかったときにどうするかの方が問題になってきます。えっ、ー、と、で、一番よくあるのは、なんかあの、 アップデート終わってるっぽいのに、このメンテナンス中のため、しばらくの間、ご利用いただけませんという文字がずっと出てるケースですね。結構困りますね。結構困ります。えっと、これについてはですね、もう管理画面にも入ることさえできません。えっと、でですね、これはワードプレスの仕組みでして、そのアップデート中にファイルの上げ下げがありますので、当然、その間に何か作業をされたり、 あのサイトにアクセスされるとエラー画面が出る可能性が高いですということで、ワープレスはアップデートのアクションをするときに、このメンテナンスというファイルを自動的にえっとそのルートディレクトリワープレスの直下のディレクトリに生成します。このファイルがあると、このメッセージが出るという仕組みになっています。ですので、と,とりあえずアップデートした、ファイル群がいろいろと、プラグインがいろいろアップデートされた。 えとなんかすごい時間がかかってるから、ずっと現在、メンテナンスのため、しばらくご利用いただけませんという文字が出続けている。えー、この場合には、FTP ソフト、SFTP ソフトなどを利用いただいて、とりあえず直接ワードプレスが入っているところのメンテナンスファイルを削除してみましょう。うん、でこれでもしかしたらうまくいってる場合は、うまくいってるケースもあります。で、そうじゃないケースがあります。<laughs> えーっと 何しろ真っ白になってるなーっていうケースですね。なんか驚きの白さですね。画面が白いというような形で戻ってこないケースです。<laughs> で、この時にうんに、最近はですね、ワードプレスリカバリー機能というものをメールで発信してくれている機能があります。えっ、ー、と、ワードプレスの管理画面の設定の一般のところのこの管理者のメールアドレス、縦にそのメー,ルアドレスメールが届くんですが、 <laughs> 今、わざとこれをお見せするんですけども、このサイトで技術的な問題が発生していますという形で、このワードプレスからのエラーメールが届くという形の可能性があります。この場合はちょっとラッキーでして、えー、と真っ白になった状態でも、この URL としてあるリカバリーモード。 えっていう URL がここにありますので、このリカバリーモードからアクセスいただくことで、えー、と緊急避難経路みたいなものが用意されてまして、こちらから手を加えることで、えー、とその白い画面を回避する手段をいくつか得ることができます。うん、なので、えーと 割と最初にインストールするときに、この管理者のメールアドレス、割と適当にされている方、きっと多いと思うんですが、ご自身でメール受信できるメールアドレスかどうかっていうのを今、確認いただくのは一つポイントとしていいかなというふうに思います。で、えっと、このリカバリーメールについて、そこからの操作については、このベクトルさんのところのサイトで、その内容が詳しく書いてありますので、今、こちらリンクだけにとどめますが、こちらを見ていただければと思います。で、 さらになんですが、ここからもう余計に大変なんですよ。メール届いてないなーってなったケースですね。届いてないけど画面真っ白なんだよねーってなったケース、えー。この時にどうしたらいいかを一旦ちょっとわかんないんで、あのチャット GPT に聞きました <laughs> えーと。聞いてみました。一旦、えー。しかもバージョン4の方に。そしたら、あの初めて聞きましたね、えーと。ホワイトスクリーンオブデスっていうらしい C です。かっこいいですね、名前が。 まずこれがかっこよかったですね。あ、外国の人も白くなったって言うんやなって思いましたけど、えっ、ー、と、まあ、プラグインの問題であることはありますと。えっ、ー、と、この時には WP コンテンツフォルダ内のプラグインズのフォルダをプラグインズオールドなどにリネームしてくださいというふうに書いてあります。 これは、あの、詳しい人だったら分かると思うんですが、プラグインズディレクトリーの名前を書き換えると、一旦プラグインが全部なくなったってことに判定になるので、全部のプラグインを停止したのと同じ状況になるんですよね。えー、で、もしその画面白くなってる、この、ホワイトスクリーンオブですが、<laughs> あの、プラグインの影響だった場合には、これで解決することがあります。えー、その場合には、えっ、ー、と、一回プラグインオールドにて、 新しいカラーフォルダーでプラグイン図をもう一個作って、プラグインオールドからプラグイン図に一個一個プラグインを移動させていくんですね。そしたら、どっかのタイミングであのもう一回ホワイトスクリーンオブデスになります。で、なったプラグインがお前が原因だってなりますから、まあ、その子を使うのをやめるか、その子だけ別の方法へするとか、ダウンプレードするとか、アップレートするとか <laughs>、なんかそういうふうにすると解決する可能性があります、えー。同様にテーマフォルダーの場合も、テーマフォルダーの名前を、えー 移動させて、とりあえずデフォルトのテーマに切り替えてみて、で、どうかなみたいな形でやるということを、えー、作業としてはあります。うん、多分ですね、このあたりで、ああ、なるほど、分かる、分かるっていう人と、もうこれはだめだ、お手上げだっていう人にだんだん分かれてきていると思います。うんとさらに、えー、それでもダメだってなった場合には、どうしないといけないかっていうと、wbconfig にデバッグモードっていうのがありますので、 コンフィグの中からデバッグモードを true にし、画面が白くなっているということは何かしらのフェイタルエラーが起こっている、PHP のファイル上で何かしらエラーが起こっているということですから、そのエラーログからどこのタイミングでエラーが出ているかを確認し、その PHP のファイルの場所からプラグインなのかテーマなのかコアなのか何かを特定して、そこから戻すという形の内容になります。突然ね、え今、謎の呪文を唱えました。はい、<laughs> でですね えーとまあ、その他、何とかしてワードプレスの画面まで表示できれば、えー、とオーリオンマグレーションから戻すことが可能です。何とかして戻せればね、えーとで。それでもどうしようもない場合は、手動で戻すしかありません。えー、と先ほどのバックアップしたファイルから FTP で1個1個ファイルを上書きしながら戻していくという形の内容となります。えー、こちらについては、 うんとアップロードするときに、ワードプレスを手動でインストールしていくみたいな作業になりますので、おそらく今だとほとんどの方はワードプレス簡単インストールみたいなものがホスティングサーバーでついていまして、簡単インストールだと自動的にそのファイルのパーミッションなども適切な設定に自動的にされるんですが、そういったものがない場合がありますので、えー、ファイルのパーミッションについても、えー、と一応あの確認いただいて、それぞれ適切なものを設定いただく必要があります。えー、とこれはもう相当フォープロフェッショナルな話です。 うんはい、<laughs> はい。でですね、これで戻ったとしてもですよ、戻ったとしてもまたアップロードした、アップデートしたら多分止まるんですよ。っていうような根本原因だった場合には、この根本原因が究明しないと、結局アップデートできない問題に発展してますね、えーと。そのファイルのコピーの失敗のミスだったらいいんですが、えー、とプラグインの中の 特定のコードがもうそのバージョンでは動かなくなっているとかっていうケースもあるかもしれませんし、eh, PHP をアップデートしたら PH、PHP のアップデートに対して、その書き方が古い書き方でもうその PHP の書き方では動かなくなっているといったようなケースもありますという形で、この原因の究明をして、eh, その上でそれを解決し、それらをアップデートするっていうのが、基本的にはアップデートをするという時の作業の中で必要な内容となります。 でえー、とここまでくるともう実作業ですし我々もこういった仕事をしてたりもしますでなかなか大変です <laughs> なかなか大変ですしその、まあ、ご自身で作られたサイトならともかく他の人が作ったサイトでこれらを原因を調査して、えー、アップデートの対応していくっていうのもなかなかそれはそれで1個ずつ調べていく必要があったりしてなかなか大変な内容ということになりますえっ、ー、とでここでちょっと最後にお伝えしたいのは 大変ということだけまず分かっていただけたらいいかなということと,、えっと、そんなに最初に申し上げた通り、そんなに大変でもないケースも結構あります。あの実際、よっぽどのことがない限り自動アップデートで、私はそれで真っ白になって、ずっとサイトが動かなくなったみたいなことはほとんどないので、えっと、自動アップデートを実施しておくというのも一つの手としてはあるのかなと思います。ただ、これもケースバイケースでたまたま私が運がいいだけかもしれません。 皆さんが突然自動アップデートをオンにされた結果、翌日、明日に全部真っ白になってたとしても、えっと、それもまた、えっと、自分たちで直さないといけない問題の一つということになります。<laughs> で、<laughs> 失礼。でって言っちゃった <laughs>、えっと。もしこれらが難しいなと、ワードプレスでも触りたいなという方は、それらをカスタマイズ、あのホスティングとして、 サポートしてくれる、例えばワードプレス .com っていうものは、それらも含めて基本的にはサポートしてくれるサービスになってますので、えっと、こういったものを利用するというのもありえるかもしれません。あの、えっと、ということで、まずは、まとめになりますけど、<laughs> パスワードはとりあえず長く、難しいものにしましょう。そしてまずは、現在の状態が、えー、脆弱な状態なのか。 えー、そうじゃないのか、えー、っていうのは確認してください。そして、えっ、ー、と、アップデートをするためにはバックアップが必要です。ですので、まずはバックアップを定期的に取るということをまずしてください。で、バックアップさえあれば、えー、壊れても一旦大丈夫です。えー、っと、ので、その状態の上で、えっ、ー、と、アップデートをしましょうという形で、えー、作業いただければと思います。あの、ワードプレスのすごくいいところは、いろんなものがすぐに入れられて、すぐに使えて、 しかもそれに最適な環境のフッティングサーバーがたくさんあってっていうのが本当にいいところだと思いますし、これはもう、しかもデータが全部自分のものである。いつでもダンプできて、いつでもバックアップができて、自分としてコントロールできるっていうのが一番のいいところだと思ってます。で、そのいいところのために、どうしても付きまとう責任といいますか、やらないといけないことにこれらがあるという形になると思いますので。えー、っと、 これだけやるのやっぱ大変だな。サービスの方がいいなっていうふうに感じられる方がおられても仕方ないとは思います。ただ、それにはそれで別の、えっと、難しいところとか、ワードプレスにはあるけども、こっちのにはないこと、そのいろいろ長所短所がありますので、<laughs> それらを鑑みていただいて。 一番最適なものを使っていただければと思いますし、今、ワードプレスを使ってられるのであれば、ぜひバックアップを適切に取っていただいて、引き続きアップデートしていただいて、楽しくワードプレスを使っていただければなと思います。ということで。はい、すみません。ちょっと席混じりですが、一旦ここまでで、えー、と用意したコンテンツは以上となります。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか。 水とか飲まままなくて大丈夫ですすすか <laughs> ちょっとと飲飲みます、ね、<laughs> ありがとうございます <laughs> あの飲んでからで全然いいんですけど、あの追加で2つくらいあのスライドの方に、スライドって読むんですよね、このサービス、たぶはいあの、質問が来てるので。ですね、はい。はい、えっと、プラグインの自動アップデートが、ごくたまにエラーが出ていて、アップデートがなってしまうと、う見なことがあります。 さっき大丈夫？って言ったのにめっちゃ咳き込んでるけども、まあ大丈夫なんですよ。気にしないでください。あのアップデートが止まっそうですね。その自動アップデートが常に完全に動くっていうものでもなくてアップデートが止まってしまうっていうこともあるのかもしれませんね。何でしょうね。その時のあのこれ、サーバーの状態の時もあるんですよ。あの。 今お伝えしたのは、サーバーが万全に動いているっていうことが大前提としてあります。で、サーバーの中においては、メモリーが極端に少なくて、アップデート中に絶対止まるっていうサーバーも昔はありました。えー、っと、きっとニヤッとされた方もおられるかとでしょう。<laughs> あの、ある時ワードプレスの自動アップデートが入ってから、あの、いろいろアップデートの不具合が来て、途中で止まりました、真っ白になりましたって見たときに、大抵 その特定のホスティングサーバーだったりすることもあったんですが、そういったこともあるかもしれませんで、えっ、ー、と、まあでも止まってたとしても、<laughs> まあご自身でポチッと押せるのであれば、まあそれでよしとしていただきたいなというところでしょうか。うん具体的にいろんな要素が絡むので、これですっていうのはちょっとなさそうな気がします。えー、次いきます。サーバーによってアップデートができないときがあり、そのとき無理やりワードプレス以外のフォルダー ファイルをすべて権限を無理やり変更してアップデートしたことがあるのですが、もっと素敵な方法があれば知りたいです。そうですね、これもサーバーによりきりですね、あのー、ちょっと権限の問題の話になるんですが、ワードプレスの管理画面からファイルをアップデートしたり、えっと、要はプラグインとかコアアップデートするときっていうのは、PHP が実行される権限によってファイルの操作が行われます。で FTP や STFTP でファイルをアップロードしたときは、そのときのログインユーザーによってファイルの操作が行われますという違いがありまして、その SFTP などでファイルを操作するときのユーザーと、ワードプレスの PHP を実行する権限のユーザーが異なっていた場合に、えー、管理画面からアップデートをしようとすると、えー、とあなたは、まあ、PHP のアップ、 ユーザー権限でエンジン X とかアパッチが多いんですけども、まあ、例えばアパッチだとして、あなたはアパッチという権限でユーザーでアップデートしようとしています。しかし、今ここに置いてあるファイルは、FTP ユーザーの田中さんという人が挙げたファイルです。で、あなたにはアップデートをする権限がないので無理ですよみたいに言われるケースがあるんですね。 でえっと、管理画面からを中心にやりたい場合には、その既存のアップロードされているファイル群をのえユーザー権限をえ PHP の実行する権限に揃えてあげるというやり方が、まあ、管理画面からの操作としてはやりやすい方法かなというふうには思います。えっと、ただ、こうなるとその、もしかしたら SSH 接続して管理画面での設定が必要としてあるかもしれませんし、えっと、その他にも、その 細かいプラ,グインあプラグインとかテーマとかコアとかの、うん、とパーミッションですね、権限の操作がかなりいろいろとやらないといけないですという感じになります。で、全てのファンゲームを無理やり変更するのはいいんですが、えー、とその前の権限に合ってたのはいろんな理由があるからなので、 例えば全部を777全員が書き込んで変更できるっていう風にすれば、それはアップデートできるんですけども、全然良くない方法なので、えっと、で、こういう質問をいただいていると思いますから、まあ、一旦ちょっとメモっといていただいて、元の権限に戻していただくとか、なんかそういったことはあった方がいいかなというふうに思いますね。はい。えっと、オリアマグレーションとアップドラフトプラスワードプレスパックアッププラグインは同時にでも大丈夫でしょうか。はい。あの、大丈夫なようですっていうのが、あの、えっと、 オレオマグレーション側にその機能があるかどうかちょっと分かんないんですけども、このファイルのですね、うん、と設定のところにですね、うん、とここかなここにそのバックアップに含めるファイル、含めないファイルっていうのがこうやって出てくるんです。で、えー、とこの中において、うんと、ここですね、バック WP アップはこうやって除外に入ってるんですよね。えー、とで、今見たら、えっ、ー、と、 ここの除外ツールのところに、その、えっ、ー、と、オリーワンマイグレーション用の除外も入れていただくと良いかなと思います。要は、バックアップファイルも含めてバックアップファイルになると、えっ、ー、と、倍以上のファイルの重さになるってわかります。<laughs> A のプラグインがバックアップしたファイルを B のプラグインが必要なファイルだと思ってバックアップする。そのバックアップファイル多数、既存のファイル群になっちゃうので、そこの部分だけ、あのー、 ケアがされているといいなというふうに思いますが、なんかもしかしたらこの WP コンテンツの中身のこのあたりの文字列のルールでひょっとしたら当たってるかもしれません。それぞれ相互に、あ、これか。えー、っと、あ、そうですね。これですね。これ、あの、AI1WM-Backups っていうのがオールヤンマイグレーションのアップデートファイル、フォルダーなんですけど、これ、ここの、これにマッチするんですね。多分米、バックアップ、 S, S っていうのが多分それにマッチしてるので、それぞれ考慮があると思いますので、今みたいなバックアップ同士が重複してされるってことはないかなと思います。ただ一応確認いただいた方がいいと思いますが、あの大丈夫かなと思いますよというところです。はい。えーと、今までのアップデートでこんな大変なことがあった。えっとですね、めっちゃ昔ですけど、んっと PHP を ワードプレスじゃないんですけど <laughs>、あの、Linux の VPS のサーバーを借りてた時期に PH、PHP をアップデートしようと思って、えっと、自分で頑張って PHP をアップデートしてたら、えっと、コンソールから何の返答もなくなり、<laughs> えっと、えっと、VPS が全く動かなくなり、どこともつな、あの、アパッチかなんか再起動した、サーバーの再起動したのかな、PHP のインストールを終えて、そしたら何も動かなくなって、 えーとでそのあ、自分のサイバーだから別にいいんですけどね、あのその後、うんと、管理コンソール、要はサーバーのホスティング側の管理コンソールから入って、スーパードミンユーザーのパスワードだったら、え特別なコンソールが開くので、そこから作業してくださいって言われたんですけど、そのパスワードが分からなくなっちゃって、えっと、大変なことになったっていうのがあります。はい、大変でしたねなんかすごい無理くりな作業で、そのパスワードを復活させました。<laughs> はい <laughs> まあ、いろただ、そうですね、こういう笑い話ありますけどあの、アップデートとか復元とかって、多分開発者の方であれば、少なからず何かしらこう、えー、と困ったこととか、あれ、なんかうまくいかないみたいなことがあって、なんかそういう時に成長するものだなっていうような気持ちも多少あります、本当はそういうのない方がいいですけどね、えー、となんかそういうのもあるかなというふうには思います。うん はい、えー、っと、質問には答えられましたかね。あ、えー、っと、コメントいただきました。プラグインによっては広報互換のないアップデートがかかる場合もありますよね。あります。そうなんです。今、一応ちょっとこれも書いときますけど、あのね、そうですよね、これね、そう、んとプラグインって、フォアはまだ広報互換がかなり意識されてるんですけど、プラグインって、 例えば、ある日突然、うんと、何でしょうね、うんと、入力保存するプラグインだけだったのに、急にバックアップ機能もつきましたみたいな、あの、なんか突然、単機能だったプラグインが急にデパートみたいなプラグインになりますとか、急にここから先有料になりますとか、まあ、あるんですよね。で、そういう、その、いろんな人がいろんな目的で作ってるものですから、あの、必ずしも、その、 全部のこことととをケアされた状態ででプラグインがああるということでもありません、えー、なので、よっぽどのことがない限りは、たくさんの人が使っているプラグインっていうんですかね、何十万人とかが使っているとかっていうのを利用するかしないかの、まずは一つのメドとして考えていただくっていうのもいいのかなというふうには思います。 えとここもそのワードプレスのいいところであり、難しいところでもありますね。オープンソースで自由なものですから、えー、その自由がいろんな当てられ方をしますので、うん、とそこに対して、えー、っと対応していく必要があります。ただ、その代わり、だからその一気にポチっとやるだけですごい強力な機能がドカッと入れられるということでもあるわけで、それらを一から全部開発しようと思うとね、なかなか大変なことはいっぱいありますから、そういったことかなというふうに思います。 あとあの今、ちょっと冗談まがいに言いましたけど、あのワードプレスってオープンソースのもののいいところと一つとして、全部のデータが公開されてるじゃないですか。つまり、AI が学習しやすいということなんですよね。これは、マトさんも言ってたんですけども、あのつまり AI が学習しやすいってことは、どれ聞いても割と適切な答えを返してくれる可能性が高いよねと。 つまり、その複雑なコードについても書いてって言ったら書いてくれるし、そのドキュメントも全部公開されてるからこそ、その情報については、割と真っ当な回答が書いてくる可能性が高い。それはオープンソースのいいとこだよねっていうふうにはおっしゃってました。まあ、それは1であるなとも思いましたので、なんかこういったツール群も強力だと思いますから、あのうまく使っていただいて、その自己責任の範疇の中でいろいろと対応いただくのはいいかなと思います。この回答は、ね、結構、ねこれ まず無理だろうなと思ったんですよ。ワードプレスアップデートしたら真っ白になりましたどうしたらいいですかって、まあ質問も質問じゃないですか。<laughs> にもかかわらず、こんなにちゃんと返してくださったのは、返してくださったのはって誰に言ってるか分かんないですけど、あのうまいなと思いましたし、最後、それでもエラー出てたらあの、このエラーメッセージをもう一回再度質問してくださいまで言ってくれてて、賢いこの子って思いました。はい。はい。解答しましたか おなんかまた来た。あ、いいですね。ありがたい、ありがたい。ワードプレスをサブディレクトリでインストールしている本番環境をローカルに簡単に環境構築する方法あれば教えてほしいです。ああ、えっ、ー、とね、一応ね、ローカルねあの、サブディレクトリでもワードプレス入れられます。あの、一回普通にワードプレス作って、その後それをごっそりサブディレクトリに入れたら、一応動きます。 今ちょっと見せられませんけど、いろいろ映っちゃうと思うんで、<laughs> えっと、一応その経験はありますね。はい。なので、多分動くんじゃないかなと思いますけど、あの、ちょっと手動が必要ですね。なので、一回入れて、その、た、え、ぶ、ー、アップの中のパブリックの中にワードプレイドカッて入るんですけど、それを一つのフォルダにドカッと入れて、えっ、ー、と、その中に入れちゃうと、基本的には動くはずです。うん はい。とい,ということで、一旦そうですね、一旦録画の部分はここまでにさせていただくのがいいですかね。あとはその録画終わってからでもいろいろお話を伺えればなと思いますし。はい。じゃ一旦、公、えー、式にはここでおしまいにしますので、あの参加してくださった皆さんありがとうございます。ありがとうございます。えっ、ー、と,と、一応毎月日本語で、えーと、最近はメガネさんだったり、私だったり、あの、 他の方の、あの、講演も今後お呼びして、あの、やりたいと思ってますので、えっと、ミートアップのグループ、今日皆さんイベント登録してくださったと思うんですけど、そちら、あの、今後も日本語のイベントちょこちょこ出ますので、ぜひ、あの、次回参加していただけたらと思います。えっと、今日は一応10時半までメガネさんいらっしゃる予定なので、この後直接、あの、尋ねたいことがあれば、録画を止めた後も、ぜひ皆さん訪ねてください。ひとまず、あの、今日、こんばんは。あの、ありがとうございました。